して神が宿り、しかし何世紀にもわたる争い、人間の秘める残忍、罪に満ちた世界を粛清、アラトスのすべての人々が団結し、ついに魔女の支配に終止符を打つのだった。その後、黄色の魔女の血塗られた遺産に抗う比類なき戦士たちが現れた。その筆頭となる各国最強の英雄はバリアントと呼ばれた。かつて残虐のバルソンが黄色の魔女を目覚めさせるためアラトスに侵攻したとき、バリアントたちは故郷を守るため国々を結束させた。そして奇跡は起きた。ゲバロンの若き騎士レオンと彼の幼なじみである王女ティアはバルソーを打ち倒し、アラトスに聖なるクリスタルを取り戻したのであった。バルソーが打ち破られてから数年後、闇の王ネファリエルは深淵の軍団を率い、再び世界を大混乱に陥れた。アラトスの英雄としてクリスタルの守護者に任命されたレオンは、バリアントたちの協力を得てネファリエルに対抗した。そして深淵の軍団を撃退したレオンはアラトスに永遠の平和をもたらすことを決意した。レオンは闇の王を追い、クリスタルを携えたまま仲間たちと共にレオンたちはアラトスの地の果てに闇の力を封じることに成功した。しかし英雄レオンとクリスタルを失った人々の心には恐怖、疑念、そして欲望が影を落とし始めていた。支配者バリアントから庶民に至るまで、多くの人々にはレオンが世界を裏切ったように見えた。そして世界は彼に反逆者の烙印を押したのだった。それでもレオンや仲間たちに忠誠を誓い続ける者も存在した。それは平和の訪れとともに国際的な連合から脱した国で、厳しい法や税に苦しむ人々だった。支配者への不満は抗議という形で現れ、やがて権力者との暴力的な衝突に発展していく。ブリスコットの町では過激派組織ニステラレシ者による抗議活動が制御不能の暴動と化していた。ブリスコットの市民を助けるため、近隣のアスティラン公領から騎士たちが派遣された。先遣隊には隊長でありアスティラン公爵の娘メイブ・アストレイヤ、そして士官候補生のエリーゼ・アークライトとフェリックス・バルカンが続いた。緊急派遣とは聞いたが、何？フェリックス、どうした？ボートが町の人々を恐怖に陥れているわ。止まりなさい！
待ってくれ。お願いだ、話を聞いてくれ。ここは危険よ。すぐに立ち去りなさい。そこのフェリックス・バルカンが案内するわ。メイブ、少しはこの人の話を聞いてあげても。頼む。こいつは、ジェイコブは根はいいやつで、取り乱してるだけなんだ。俺は長い付き合いだ。善人であることは保証する。こいつはいつも困ってる人を助けてきたんだ。パン屋のローズマリーもベンジーさんもみんな知ってる。でも親父さんが男爵に盗みを働いて捕まっちまって。親父は立派な人間だ。盗みなんか捨てない。意地汚い男爵に盾ついたからって盗っ人に仕立て上げられたんだ。黙りなさい。罪人の弁解は認められないわ。余計な口を挟むと身を滅ぼすわよ。お前らは何様のつもりなんだ。